皆さん、こんにちは。2000年に21歳で歌手デビューしてから、演歌界のプリンスと親しまれてきた氷川きよしさん。活動休止後に復帰できない絶望的な理由に言葉を失う。今日は氷川きよしさんのことについて紹介します。まずは氷川きよしさんの経歴とプロフィールから紹介します。氷川きよしは日本の歌手、2000年デビュー、本名は山田きよし、一部でキーナという名前を使用することがある。レコード会社は日本コロンビア、芸能事務所はながらプロダクションに所属。2000年2月2日、箱根八里の半次郎で演歌歌手としてデビュー。ビジュアル系男性アイドルのようなルックスを持つ演歌歌手として大きな注目を集め、その実力派の歌唱力やビートたけし命名という話題性も相まって、同年末の日本レコード大賞をはじめとする音楽賞、最優秀新人賞を総なめにした。2001年にはオリコンウィーク在地版、詩の表紙を飾る。演歌歌手が同詩の表紙を飾るのはオリコンウィークリー時代から数えても松村和子、城之内早苗に続いて3人目であり、男性演歌歌手では初めてのことであった。2001年からリリースしている演歌名曲コレクションシリーズは、発売するどにオリコンアルバムチャート初登場、ベスト10入りを記録している。またシングルにおいても2001年に発売した2枚目のシングル、おーい、追っかけ音次郎で、総合チャートベスト10入りして以降、氷川きよし名義のシングルは、すべてシングルチャートベスト10入りを果たしている。この記録を保持するのは、演歌歌手では氷川のみである。2003年頃から、通信カラオケシステムダムの機種改良に伴い、同機種で配信する氷川の代表曲、箱根八里の半次郎、きよしのずんどこ節では、背景映像に氷川本人の出演する映像が多く採用されている。2003年7月1日、25日、納涼特別公演を中日劇場でした際、中日スポーツに初日から千秋楽までの公演の様子が掲載された。2006年、一見で日本レコード大賞を受賞し、歴代4人目のレコード大賞3冠となった。2007年、きよしの騒乱節で、日本有線大賞史上初の4回目の大賞受賞となる。2008年の NHK 紅白歌合戦では、白組の大トリを務めた。2017年、第50回日本有線大賞で、4年ぶりかつ歴代最多となる9回目の大賞を受賞。2020年2月2日、デビュー20周年を迎えたこの日、最初のコンサートを行った中野サンプラザで公演。ファンと共に記念日を祝った2020年6月9日。初のポップスアルバム、パピヨン・ボヘミアン・ラプソディを発売。それに伴い、アルバム発売記念コンサートを予定していたが、前年より猛威を振るっている新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催を中止した。また、歌手活動以外にもタレント活動や歌謡劇への出演などを展開している。2022年1月21日、所属事務所により、同年12月31日をもって活動を休止することが発表された。22歳からファンの皆様の真心にお依頼したいという思いがエネルギーでしたが、なかなか心と身体が思うようにならなくなり、ご期待にお依頼できないこともあり、来年からリフレッシュのためお休みをいただくことにいたしました。本当に心苦しく思っています。という。なお氷川は同年1月27日のコンサートで、復帰の可能性について時期には触れなかったものの、ファンの前で、もういいと思うかもしれないですが、また喜んでくださるなら、と述べている。同年4月6日の夜桜演歌祭りにおいて、声帯ポリープの摘出手術を受けたことを明らかにした。同月23日に治療を終えたことを報告。同年12月31日の第73回 NHK 紅白歌合戦をもって歌手活動を休止。氷川きよしさんの活動休止は所属事務所が2022年1月21日の氷川きよしオフィシャルサイトを通じて発表されました。インスタグラムを中心に近況を頻繁に発信していた氷川きよしさんですが、インスタグラムなどでは普段の変わりない様子を上げていただけに、
活動休止宣言は突然のことに思えました。氷川きよしさんも執拗にマスコミに追い回されなかったら、ここまで自分のことを話す必要はなかったかと思います。現在の氷川きよしさんの心境が精一杯表されていて、切ないくらいのコメントですね。ご本人からもこのようなコメントがあるくらいですから、氷川きよしさんが活動休止するのは事実です。氷川きよしさんが活動休止する理由はコメント文にもある通り、心身ともにリフレッシュするためです。デビュー以来22年間走り続けた氷川きよしさんにとって、それは真実であると言えるでしょう。ただし氷川きよしさんには単なるリフレッシュのための活動休止とは思えない理由が他にもあるのではとつい勘ぐってしまいます。インスタでは楽しい日常生活を上げているとは言うものの、氷川きよしさんの見た目やファッションがどんどん女性に変化しているのは一目瞭然です。このこと一つとっても、氷川きよしさんの活動休止が単なるリフレッシュだけとは思えないのです。氷川きよしさんのリフレッシュ以外の活動休止理由を考えてみました。氷川きよしさんは2019年に自らジェンダーレスを公表しています。ジェンダーレスとは男女間の区別や境界線をなくし、男女の概念を取り払おうとする考えです。氷川きよしさんの考えもインスタなどを中心に、自分らしく周りからの偏見についてなどの話をよくされていますし、見た目の変貌からも女性になりたいことは明らかです。先日の FNS 歌謡祭でも氷川きよしは包茎したのかと話題になっていましたよね。そのため氷川きよしさんが活動休止期間という名目で、その間に性転換手術を行うのではないかともっぱらの噂です。性転換手術はタイなどの外国で手術を受ける話はよく耳にしますし、包茎手術などを含めると氷川きよしさん自身も身体が適応していくのにある程度の時間がかかることは必須でしょう。氷川きよしさんが新たな身体を性転換手術で手に入れるには活動休止は当然だと言えます。氷川きよしさんは以前徹子の部屋で結婚の話題に触れられた際、子供は欲しいと発言する一方で、結婚に関してはこのまま独身でという答えだったようです。氷川きよしの歴代彼氏の画像まとめの記事でもお伝えしていますが、氷川きよしさんの噂を含めた恋愛遍歴は結構な人数に上り、有名人では同じくジェンダーレスと噂される平井堅さんなどがいます。テレビでは独身宣言していた氷川きよしさんですが、実際は交際歴10年にも上るという噂のある彼氏松村雄貴さんとの結婚を望んでいるようです。松村雄貴さんと氷川きよしさんは以前週刊誌に誤解とは言い難い写真を撮られ、その後の破局説を乗り越え現在に至っているようです。最近は LGBT などに理解が深まり、個人の自由が尊重される世の中にはなってきましたが、氷川きよしさんが結婚のために一旦活動休止することもありえますね。氷川きよしさんには28歳の頃から可愛がってきたミニチュアダックスのココアという愛犬がいました。出会った当初からすでに先天性の目の病気で全盲であり、耳も不自由だったココアを引き取り、たくさんの愛情を注いできた氷川きよしさん。そのココアが加齢と心臓の腫瘍のため、昨年の2月16日に氷川きよしさんの腕の中で息を引き取ったそうです。15歳でした。亡くなる前後に氷川きよしさんは歌番組で歌詞を飛ばすなどのミスをしたことで、ファンの間ではやはりメンタルを心配されていました。氷川きよしさんはココアが亡くなった後、キーまたはキーナ名義で君と僕という曲の作詞を担当し、リリースまでしています。子供のように愛犬に愛情を注いできた氷川きよしさんがペットロスになり活動休止の理由になったとしても不思議ではありません。氷川きよしさんは心と身体が思うようにならなくなったことでリフレッシュが必要なことを理由に活動休止を宣言されました。活動休止前の週刊女性プライムインタビューの中で、アルバム表題You Are You あなたはあなたという曲は題名が気に入ったという氷川きよしさん、その中に隠れた氷川きよしさんの心の葛藤のメッセージを感じます。2019年のジェンダーレス宣言以来、
本当の自分を世間が受け入れてくれるかを試すようにビジュアルや言葉で変化を発信し続ける氷川きよしさん。ガラスのような繊細さを持ち合わせる氷川きよしさんが心身の健康を取り戻すことを心から願います。氷川きよしさんは2022年12月末をもって無期限の活動休止に入り、復帰時期は未定です。オフィシャルサイトのお知らせでもお休みの時期は特に定めていないとあります。しかし活動休止宣言後の氷川きよしさんの復帰したら名前が変わっているかもとか案外早く帰ってくるかもなどの言動もあって、リフレッシュ後には当然戻ってくると考えてしまいます。ただこれまでのリフレッシュ以外の理由の推測とともに、氷川きよしさんにはありのままの自分を受け入れてくれる仲良しのお母様が福岡にいらっしゃいます。その母様がご高齢に差し掛かり、そばにいたい思いも強いようです。オフィシャルサイトには氷川きよしさんがリフレッシュの時間が欲しいといった言葉とともに、自分を見つめ直す時間が必要という言葉もありました。今は復帰を視野に考えているだろう氷川きよしさんが、活動休止期間を経て考えが変わり、そのまま引退になる可能性も否定できません。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。